今回はこの花を作っていきます。下道具です。木工用ボンド、ハサミ、ピンセットとカッターナイフ、爪楊枝です。使用した材料です。発泡パーツとフェルト生地、ビーズ、こちらは8ミリのものが1つ とクリップと、ちりめん風の貼れる布が2枚と、貼れる布のこの金色のものが1つ使います。パーツとフェルトを切っておきます。発泡パーツは1つを半分に切ります。でカッターナイフで切っていきます。でここに薄く線が入っているので、これに沿ってカッターナイフで切っておきます。はい。でこの片側だけを使います。でフェルトなんですが、これに合わせて切っておきます。生地の切り方です。こちらは 3.5 センチ角で18枚切ってあります。でこちらは 3.5 センチ×4.5 センチで12枚切ってあります。でまたこれ切り方ご説明します。でこちらは10センチ角で1枚切ってあります。でこちらは3センチ×4センチで、6枚切ってあります。これもまた後ほどご説明します。でこちら真ん中のが 3.5 センチ角で12枚切ってあります。でこちらは 3.5 センチ×4.5 センチで18枚切ってあります。こちらとこちらとこちらの切り方なんですが、こちらとこちらは同じサイズで切ってあります。で裏にしていただいて、このサイズで切っていただいて裏にしていただいて、下から2センチ、あとは山になるように切ってあります。こんな感じでこんな風に切ってあります。でこれは必ず向かって左側をこういう風に切ってください。でこちらのサイズは3センチ×4センチの生地を下から 1.5 センチまで切って、あとこれも山になるように切ってあります。半球にこちらを貼っておきます。まず10センチ角のをこう剥がして、だいたい真ん中にこちらの真ん中を合わせる感じでポンと、でまずこう横に貼っていただいて、今度は縦でこう貼っておきます。はい。でこの四隅はこう貼り合わせてしまいます。はい。この余ってるところはハサミで、半球にハサミを押し当てるような感じで切っておきます。こんな風になります。裏はこんな感じで、多く余ってるところを切っていただくといいかと思います。でこのぐらいまで切れたら、はい、これを内側に倒して貼り付けていきます。これで土台の出来上がりです。まず3センチ×4センチの、花びらを作っていきます。これをまずこう剥がしていただいて、はい、でここにこう山がある状態で、これとこれを貼り合わせます。ここをつまんで、これを後ろに持っていきます。で輪になった方からピンセットを通して、後ろから開きます。はい。でここの部分に少しだけボンドをこう乗せていただいて、
少しだけ塗りました。でこれを手前に倒します。はい、でこれを正面からをつまんでぐっとこう中に押し込むと花びらになります。はい、これを6つとも作っていきます。6つ全部作り終えました。でこの土台に貼っていきます。裏にボンドをつけていただいて、だいたい中心に花びらの先端を合わせるように置いていきます。次は2段目3段目を作っていきます。次は、赤の 3.5 センチ角の18枚と金色の 3.5 センチ ×4.5 センチの18枚を使っていきます。この 3.5 センチ角の赤い生地を三角に折ります。でもう一度三角に折ります。で二度折っていただいたら一回こうこちらで挟んどいていただいて、今度金色の生地を、山がここにあるような状態でこことここを貼り合わせます。はい、で今度は真ん中をつまんでいただいてこう手前に折ってきます。でここまでできたらさっき折っておいた赤い生地を上に重ねて一緒につまんで2つ一緒にもう一度折ります。で少しだけここにボンドを乗せて、本当に少しで大丈夫です。でこの山を閉じます。ボンドをあまりたくさん乗せるとこのテープにくっついてしまってテープの粘着力がなくなってしまうので、ボンドは少しにしておいてください。でこんな感じで18個作っていきます。18個出来上がりました。で2段目3段目にくっつけていきます。でまず2段目は1段目の花びらと花びらの間にくっつけていきます。こんな感じです。間に、はい、で次3段目ですが、3段目は2段目と花の2段目の花びらと花びらの間に2つずつ1、2って2つずつくっつけていきます。はい、こんな風につけていきます。はい、2段目3段目終わりました。2段目を作っていきます。 3.5 センチ角の金色12枚と 3.5 センチ ×4.5 センチの赤12枚を使っていきます。先ほどとは逆でまず金色を三角に折って三角に折ります。で挟んでおいて、今度は赤を、こちらが山でこことここを貼り合わせます。で手前にもう一度折ったら、先ほど折っておいた金色を上に乗せて一緒につまんで折ります。でここに薄くボンドを伸ばしておきます。でこれを閉じます。
これを12個作っていきます。12個出来上がりました。で、4段目は2段目のこの後ろにくっつけるのと、3段目の花びらと花びらの間にくっつけるのでを交互にこうくっつけていきます。で、2段目の後ろにくっつけるものなんですが、ちょっとこう長いので2段目を少し上げて、で、ボンドをくっつけて2段目の上げたこの後ろのところに差し込むような感じでくっつけていきます。ちょっと2段目で踏むような感じにしていきます。こんな感じです。ちょっとだけ踏んであります。で、次は、3段目の花びらと花びらの間はちょうど収まるようになってます。これを交互にこうくっつけていきます。はい、すべてつきました。横から見るとこんな感じです。で、これにビーズをつけておきます。ビーズにボンドを乗せてこんな感じでつけておいてください。で、次は、フェルトとクリップをくっつけていきます。で、これは前もう少し乾かしてからつけていただいた方がいいかと思います。で、こちら前もって作っておいたこちらにフェルトとクリップくっつけていきます。フェルトにクリップを通す穴を2つ開けます。少しずつ切ります。このぐらい切りました。はい。で、クリップの上の方を差し込んで、で、下から戻して切ります。はい。で、この面にボンドをたっぷり乗せておきます。はい、まんべんなく塗れたらこの裏にこれをペタッと貼っておきます。はい、完成しました。出来上がりサイズは直径がだいたい8センチほどになります。ご視聴いただきありがとうございました。